戻ってきました、ヘイズですよ。なんかいいな、この絵いいな。こっちは二条編成なんや。さあ、ということで行きましたけど、私ちょっと気になることがあるんですよね。平成駅、まあね、ここもいい感じのね、駅でございましたけど、さっきからその奥でね、気になる音がするんだよな。なんか普通の踏切じゃない音がするのが気になるんで、ちょっと向こうの方も見てみましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。まあちょっと、いい感じの駅舎ですよね。こんな感じ。まあ、佐渡地区だとそうですけどね、やっぱ平和だよな。多分一般的には、まあ、赤月学園ですね。学生さんがよく使うからあれでしょうけど、こっちの方だと大谷地駅とか花台の方がね、有名かなとは思うんですけど、山城はね、でかい駅ですけどね。この間の私も平津ってね、来たことなかったからあれですけど、でもいい感じですね。で、まあ、この前ね、あのクリアファイル書いた蓮華ちゃんのシングルも出てるみたいですね。いいですよね、こういう。ちょっとお客さんもいないで今溶けたり、感謝しさとかいいですよ。ここで買って貢献出してもらってですからね、いいですよね。6時50分、8時半まで友人でやってくれてて、ありがたいですよね。で、なんかいいですね。あ、ここで、あ、貢献であるんや。すごい。そうなんや。知らんかった。そうなんですね。じゃあ今度来た時はちょっとそれ使わせてもらおう。ありがとうございます。すごいですね。ということで、いい感じの平成駅やってきましたけど、いや、いい駅でしたね。いや。ちなみに、気になったのが、このままお前スッと早く次の目的地行けよって話なんですけど、ちょっとね、気になったんだよな。あのね、まあ、よく変な踏切の音って よくあるじゃないですか。まあ、近鉄のね、構内踏切の音なんか有名ですけど、今ね、それとも違うね。えらいね、古めかしい音がね、ちらっと聞こえたんですよね。多分車だと無理だと思うんで、試しにちょっと歩いてね、探してみようかな。あそこから聞こえるってことはそんな遠くないと思うんで。ただまあ電車はね、今行ったところなんで多分しばらく来ないと思いますし、で、炎天下の中待つのはちょっとしんどい気もしますけど、まあ今日は帽子もありますしね。あれ気のせいかなぁ。あ、でもここはここで待てよ。よくよく見てみたらこの踏切、第三種か。これ第三種踏切じゃないですか。あの遮断機がないね。そう、カンカン鳴るのはあって遮断機がないタイプ。これが第三種ですよね。第一種がよく見るやつで、ね、警報機と自動で降りてくるシャッター機があって、第二種が確か手動でしたっけ。うちの動画でも見たことありますね。オンダ踏切でしたっけ。あの貨物のね踏切で、そういうの手動というかね、有人でやるところが残ってるんですよね、四日市に。で、このタイプは本当また珍しい。
ね、で警報器も全くないよっていうのが、名勝線でね取り上げた第4周踏切ってことでね、いやここもあれだけど、あれっぽいな。でぐるっと回ったらなんか遮断機の色もちょっと違うあれですけどね、あ、なんや遮断機が赤白やから珍しいんかってね。まあでも赤白のね、踏切なんてのは他にもありますからね。あそこにある、静岡鉄道さんそうですよね。あ、今から行くわ、ね、ですけどそうじゃない、あ、これだ、あ、これほん、あ、これガチンコだ、あった、やっぱこれの音だったんだ。分かりますかね、これね、まあ、古いあ、ね、やつやなーってのが分かると思うんですけど、ね、特徴はね、これなんですよ。上、なんかちょっとでっかいのがついてますよね。これ、いわゆる、継承式っていうんでしたっけね。要は中に鐘が入っておって、その鐘を打ち鳴らすことによって、警報を、警鐘を鳴らす、まさに警鐘を鳴らすなんですよ。で普通は今のやつって電子ブザーなんですよね、さっきのねところの写真の方がいいかな、どこかな、こんな感じでね上にちっちゃいブザーがついとって、まあでもね電子ブザーなんです。これでキンコンカンコンってあの音ね、キンコンカンコンは電車の音じゃないな、学校の音やな、ですけど、それの代わりにこの鐘を鳴らすことによって、その警報の音を出すっていうんで、これは戦前とかじゃないかな、これ相当だから古いぞ。こっち側もそうですね。うわすげえ。おお、これ本当に鐘鳴らすやつや。おお、すっげえ。ちょっとあんまり中ですか。協賛になってますね。もうせっかくなんで、これはやっぱちょっと、鳴るとこ見たいね。見たいですよね。これちょっと頑張って、ちょっと音取ろう。いや、まさかこんなね、大谷地フェイズのね、片隅に、すっごい山奥というわけでもなく、地方な感じのね、まあ、普通に住宅とかもありますからね、集落もありますしっていうところにあるってのがいいですよね。でこの騒音もなんか独特だよな。あれでもこの騒音自体のあれか LED がついてるの、これもしかして、あら騒音は、あ、だから多分音が多分ちっちゃいんですよね、普通の踏切と比べて、だからあれなんでしょうね。いいな、この辺りに住んでたらこの鐘の音がずっと聞けるっていうのもいいな。これも相当多分現役でこの鐘鳴らす式ってどれくらいあるんでしょうね。少なくとも私鳴ってるの初めて聞いたわ。その YouTube でね、その鐘鳴らすこの継承式の踏切の動画見たことがあったんで、音が独特なんでね、聞き覚えだったんですけど、無料駐車場を止めてるのにあれね、多少心痛むところもあるわけでございますけど、まあでもね、まあまあまあ、ちなみにここ77の1らしいですよ、77の1。いいですね。あっち行く77や。77。7ですね。7にある。踏み切り激レアやったっていうことでね。やっぱ77いい数字ですね。やだな。でも一応予備の踏み切りの竿は普通なんだ。スタンレー社さんのシールドビームなんですね。見えてたかな。目視だと肉眼だと結構見えるんですけどね。これは
電気踏切車両、この車番自体は私は2017年ってなってるもんな。製造が2017年だ。ここで新しいだろ。あれがいつにできたやつなんだろうな。だから何が面白いって、多分金のメンテナンスなんでしょうね。ここにはしごついてるんですね。ちっちゃいけど、ほら、はしごが、踏切にはしごがついてるって面白いですね。で、こんなところにも、あれなんですね、やっぱ、塗装とかそういうのは近鉄機動エンジニアリングってやつ、やっぱ近鉄がのところでやってるんですね。別に上下分離方式ではないですけどね、三岐鉄道は。保線も三岐鉄道の方ではやってるはずですけどね。アスラロ鉄道はね、保線は近鉄がやってますからね。いや、いいな。さあ、今、交換作業中にびっくりしました。電池1個充電できてなかった。やべえ。道中どっかに充電してなかね。結構ミスやらかしてますね。まあでも暑いな、まあ、ただね、今日ね、風はまあまああるんですよね。そうそうそう、それはいいですよね。取れましたね。いや、めっちゃいい音ですよね。折り返し運転は接続はなさそうかな。あ、折り返しはないみたいなんで、このまま行きましょうか。平津駅でアクセス方法で案内だけしときましょう。先、その先が分かりやすい交差点、エンゼル幼稚園とかある交差点とかね、そこを山側の方にずっと入っていって、ね、ずっと歩いてくると、ここら辺ちょっと分かりにくいね。でだから車でしたらすぐですよ、ここ、ずっと渡ったとき、だから対向車とか気をつけないといけないですから、そこに気をつけながら、ここね、ここに。平津駅の案内が出てます。ちょっとね、本当気をつけとかないと通り過ぎちゃうな。ここでね、平津駅の案内が出とったら、曲がった先に平津駅よしということでございますね。あ、ごめんなさい。平津って言っとったっけ、平津ね。